アドリブランドは、1984年1月25日から1998年3月18日まで、毎日放送で放送されていたバラエティ番組。毎日放送アナウンサー室所属のアナウンサーが、企画から出演まで携わったレギュラー番組で、番組内では、しばしば、アドランの略称で呼ばれていた。このページでは、当番組の放送中から続けられている毎日、 放送アナウンサー室関連の企画、イベント、当番組の終了後に、同局のアナウンサーが集結する番組及び、同局アナウンサー室の企画によって2018年7月13日から2020年3月29日まで、MBS テレビが、レギュラーで放送していた、ことのはず感についても述べる。日本国の放送局で、初めて、 正社員のアナウンサーが全員レギュラーで出演した番組。MBS アナウンサー室所属のアナウンサーに話題の現場を取材させたり、コントや時代劇などの企画に挑戦させたりしたほか、ひな壇席に座ったアナウンサー全員で一人のゲストに次々と質問を投げかける、寄ってたかってインタビューを毎週放送していた。いわゆる、とってダッシュ番組で、 放送開始から6年9ヶ月間は、水曜日の放送直前に、水田市の MBS、千里急放送センターで収録。本社機能が、同施設から、大阪市北区茶屋町に移転したのを機に、1990年10月3日、放送分から、最終回までは、茶屋町本社のギャラクシーホールで収録していた。ちなみに、新人アナウンサーを採用した年には、 当番組で自己紹介やレギュラー出演の機会を設けていた。また、アナウンサー室にアノンシスト賞をもたらすほどの企画を排出したほか、初期には報道系のアナウンサーによるジャーナリスティックな企画も随時放送。1995年1月17日の阪神、淡路大震災発災翌日には、当初の放送予定を変更した上で、全編にわたって生放送で、 震災関連情報を伝えた。当番組は、MBS 以外に、関連会社のガオラで2から3ヶ月遅れて放送。MBS のサービスエリアである、関西地方以外でも、CS 放送を受信できる環境にあれば、視聴できるようになっていた。MBS ラジオでも、ナイターオフ期間に関連番組として、ラジオアドリブランド、ラジオでアド、乱歌用曲を放送。 1986年には八王者から This is MBS こちらアドリブランド1988年には新興ミュージックから丸のまんまアドリブランド1993年には放送10周年記念としてマイク持たずにアドリブランドがそれぞれ刊行された m b s 級ギャラクシーホール時刻はいずれも JST MBS での放送時間 ガオラでの放送時間は不明。アノンシスト賞受賞企画その他、MBS ラジオでは1979年12月30日に、近藤、松井の司会で、毎日放送アナウンサー全員集合という特別番組が放送された。1983年5月に毎日放送の、社内で、テレビ番組の企画を募集した際に、 期限の一週間前になってもアナウンサー室から全く企画が出ていないことを有料した小池室長の依頼で近藤と斎藤がアナウンサー総出演の番組を構想。近藤、斎藤が夜を徹して会議室にこもったものの妙案がなかなか浮かばなかった。そこで二人は絶対に実現しない話としてアナウンサー総出演の番組を近藤曰くやけくそで企画。 この話を企画書にまとめて提出したところ、同年8月に新番組の企画として、正式に採用された。その意味で、毎日放送アナウンサー全員集合は、この番組のパイロット版と言える。企画の採用当初は、1983年10月からの放送を目指していた。しかし、準備期間が少なすぎるとの理由で、結局は放送開始を、 翌1984年1月にまで延期した。近藤によれば、当時アナウンサー室に所属していた、アナウンサー全員から出演の承諾を得るまでに、1ヶ月ほどの時間を要したという。ちなみに、最初の企画案では、著名な作家から出されたミッションをアナウンサーに、実行させることを想定していたとされる。番組タイトルの名付け親は、青木で、 アナウンサーの持ち味はアドリブにあるという実感に沿って、アドリブというタイトルを最初に決定。青木が後年10回したところによれば、毎日放送が当時使用していた、千里級放送センターが、エキスポランドの近隣地域に建っていたことから、アナウンサーが集まる楽しい場所というニュアンスで、ランドを後ろにつけたという。当番組は、1998年3月で、14年。 三ヶ月間にわたる放送に幕を閉じた。最終回では、放送時間を2時間に拡大した上で、番組放送開始時の最年少アナウンサーだった、柏木博之と、番組終了時の最年少アナウンサーだった、中村かなが進行を担当。出演者全員で、過去の VTR を見ながら、番組の歴史を振り返った。 1999年10月11日から2021年3月12日まで、MBS テレビで、平日の午後に放送していた、チチンプイプイでは、寄ってたかってインタビューへ、ゲストで出演した著名人の訃報を伝える場合に、出演時の映像を流しながら紹介している。チチンプイプイの放送終了後も、関西地方への縁と、寄ってたかってインタビューへの出演経験があった。 著名人の訃報を受けて追悼特別番組を制作する場合に出演時の映像を使用することがある。通会。アカシア電子台でのシリーズ企画 MBS アナウンサー大集合スペシャル1990年4月6日から MBS テレビで放送中の通会。アカシア電子台では毎日放送本社内のスタジオで各週月曜日に公開収録を実施することを 背景に2014年から年に1から2回のペースで MBS アナウンサー大集合スペシャルを編成。2016年まではスタジオへ出演しないアナウンサーの中からカッシュワギがナレーターを務めていた。2017年4月から9月までのチチンプイプイ金曜日では行けばわかるさ絶景散歩をスポンサー付きの毎週放送へ移行したことを機に 前田以外の現役アナウンサーも週替わりでリポーターを任されていた。なお、前田は結婚とドバイへの移住を控えていたため、2017年9月30日付で毎日放送を退社。同年10月から2019年3月までは週替わりリポーターの一人であった玉巻が前田の公認扱いで金曜日のアシスタントと絶景散歩の レギュラーリポーターを兼務していた。MBS ラジオのナイターオフ期間限定、平日夜間の番組群 MBS ラジオの通年番組毎日放送アナウンサー室のプロジェクト、ことの葉朗読イベント毎日放送のアナウンサー室では、アドリブランドを放送中の1995年から、絵本の朗読イベントをほぼ毎年開催。同局の現役アナウンサーが企画から朗読にまで、 携わることが特徴で、2010年までは、お話夢広場、2011年には、クリスマスの贈り物、2012年2013年には、物語の世界というタイトルを用いていた。2014年以降は、MBS アナウンサーことの葉物語の世界というタイトルで開催している。概要、ゲームやテレビに夢中になっている今の子供たちに、 本を読む楽しさ、耳からお話を聞く楽しさを知ってもらいたいという思いから毎日放送の現役アナウンサーによる朗読活動の一環として開催される有料のイベント。公演での朗読やナレーションにとどまらず、企画、朗読作品の選定、PR、生放送番組におけるチケット先行予約の電話受付、イベント会場内のアナウンスなどを毎日放送の アナウンサーで分担している。かつては、出版文化産業振興財団の読書アドバイザーや、絵本講師の資格を有する、関岡香里や、一時アナウンスセンター長を兼務した、加藤康博が、長年にわたって、公演のプロデュースや運営を担当。2017年頃からの公演では、川田直也が、リーダー、上田悦子が、サブリーダーを務めている。 ただし、アナウンサーとしての業務と並行しながら開催されるため、出演するアナウンサーの顔ぶれ、人数や開催の時期は公演ごとに異なる。有料のイベントではあるが、収益金の一部を公益社団法人毎日、新聞大阪社会事業団へ帰宅。当初は、阪神、淡路大震災、2011年12月24日に開催された、 クリスマスの贈り物以降の公演では、同年に発生した東日本大震災の影響で学業の継続が困難になった児童への教育支援に充てていた。2019年の第30回公演では、帰宅の目的を前年に発生した平成30年7月豪雨の被災地域の復興支援に変更。いずれの公演でも出演アナウンサーの一部が終演後に、 MBS 災害支援募金の受付も担当する。その一方で、MBS ラジオでは、朗読を収録した音源の一部で構成する、公演のダイジェスト番組を公演後に放送。公演のタイトルを、MBS アナウンサーことの葉物語の世界に、改めてからは、現役アナウンサーによるスタジオでの朗読だけで、 構成した特別番組を MBS アナウンサーことのは名義で随時編成している。略歴第1回は毎日放送が本社の2階で当時運営していたギャラクシーホールのオープン5周年記念企画として1995年8月19日20日に同ホールで開催。当時の現役アナウンサーから高梨キニ高村明、吉田智子、 岩木順子が出演した。第1回では入場料を1人500円に設定したにもかかわらず、観客は加藤を含めても4人だったという。ただし、公演を重ねるうちに、公演や会場の規模を拡大。チケットの前売り段階で、ほぼ満席になる公演も相次いでいる。2010年までは、お話夢広場というタイトルで開催されたが、2011年の、 クリスマスの贈り物を経て2012年から物語の世界に変更2012年の物語の世界からは長谷川義文とのコラボレーション企画を織り込んでいる特別企画の実施による2016年の中断を経て2017年から MBS アナウンサーことの葉物語の世界というタイトルで再出発お話埋広場の 第3回で日本国内の舞台作品としては初めて嵐の夜にお演目に入れたほか2018年の公演で長野宗則のオリジナル脚本に基づくアナウンサー2名だけの寸劇で朗読をつなぐという構成2019年の公演でプロジェクションマッピングと連動したステージ演出を初めて採用するなど公演ごとに新しい試みへ取り組んでいる 会場については、2010年まで毎日、放送本社内のギャラクシーホール、2001年から2003年まで、毎日新聞大阪本社内のオーバルホール、2004年に IMP ホール、2007年にリサイタルホール、2005年2006年、及び2008年以降は、シアターブラバを使用していた。毎日放送が、大阪ビジネスパークで運営していた。 シアターブラバが一時閉館扱いで2016年5月31日に閉鎖されたことから2017年以降は大阪府豊中市の豊中市立芸術文化センターで3月上旬の日曜日に開催している2019年3月3日に同センターで開催された公演で通算の公演回数が30回に達したなお 1996年の第2回までは、1日、1公演のペースで2日間にわたって開催。1997年から開催日を1日に、限っているが、2001年から2003年までは、年に2回開催されていた。昼夜に公演体制へ移行した2008年以降は、昼公演に、児童、家族向けの絵本、 夜公演に大人向けの短編小説やエッセイを朗読する構成が定着。2012年からゲスト扱いで出演している長谷川は昼夜両公演とも自身の作品などを朗読するほか公演のポスターを書き下ろしている。また2020年には3月1日に豊中市立芸術センターで第31回公演の開催を予定していた。 しかし、同年の初頭から日本国内で新型コロナウイルスへの感染が広がっている影響を踏まえて開催を中止することを2月25日に発表。公演の代替措置として出演を予定していたアナウンサーの一部や長谷川が非公開のチャプラステージで一部の作品を朗読する動画の無料ライブ配信を昼公演の開催を予定していた時間帯に YouTube 上の毎日放送アナウンサー室、公式チャンネルや MBS 動画イズムを通じて実施した。さらに、YouTube の同チャンネルでは、アーカイブ動画を3月31日まで無料で配信。例年は公演の後に MBS ラジオで放送されているダイジェスト番組については、ライブ配信での朗読音源、出演アナウンサーへのインタビュー音源を交えながら、 朗読の舞台裏を川田、松本が紹介する内容に変更した上で当初の予定に沿って3月21日の16時15分から17時43分に放送した。2021年にも前年と同じ事情で3月7日の14時からインターネットでのライブ配信方式で開催。バイク、川崎バイクが執筆した短編小説。 電話をしてるフりなど6作品を総勢20人のアナウンサーで朗読したほか、藤林と三津博士の進行によるダイジェスト番組を20日の16時10分17時40分に MBS ラジオで放送した。ちなみに3月5日のチチンプイプイではライブ配信の告知を兼ねて上田悦子、松本舞子、井上正雄が歌が聞こえるの群読を生放送で披露。 この模様が第46回アノンシスト賞の全国審査会で高く評価された結果、3人はテレビ読みナレーション部門の優秀賞を共同で受賞した。2022年には3月6日に豊中市立芸術センターで昼夜2回公演の開催を予定。日本国内における COVID-19 の感染者数が2021年の秋頃から、 減少傾向にあることを背景に2019年以来3年ぶりに観客を入れた有料公演として開催するが再開前と違って昼夜公演で演目を統一することが発表されている特別企画毎日放送のアナウンサー室では上記の有料公演に加えてチャプラスステージなどで入場無料の公開朗読イベントを年に数回開催している シアターブラバを一時閉館扱いで閉鎖した2016年には5月29日の15時からありがとうブラバ MBS アナウンサー大集合と称する有料のファイナルイベントを開催。当番組と同様に同局のアナウンサーが一堂に会するとともに100万回生きた猫などの集団朗読ニュースで遊びましょう。 アナウンサー事件簿、アナウンサーの秘密というテーマでのフリートーク、隠し芸を2時間にわたって披露した。また、同年4月に熊本地震が発生したことを受けて、終演後には一部のアナウンサーがロビーで MBS 熊本地震支援募金を受け付け。その結果、総額で30万2264円の支援金が観客から寄せられた。 2016年10月13日から16日まで実施された毎日放送開局65周年記念特別企画 MBS プロデュース豪華客船神戸発着3泊4日の旅ドリームズカムクルーズでは大吉洋平、豊崎ゆりえ、近藤光文及び山本博之がツアーの全工程に同行最終日には 乗客向け戦場イベントの一環として、以上4名の出演による、ことの葉朗読会を開催した。近藤光文は、2018年の、ことの葉昼公演でも、スペシャルゲスト扱いで長谷川と共に、7福神の大阪ツアーの集団朗読へ、参加している。派生番組、ことの葉図鑑前述した。 ことの葉物語の世界からの派生企画として毎日放送のアナウンサー室がアドリブランドの終了から20年ぶりに復活させたアナウンサー主体の事前収録番組人が生み出した最高のコミュニケーションツールことの葉を深く知れば人生が少し豊かになるというキャッチフレーズと 広大な言葉の世界の取材を通じて、ことのは図鑑を完成させるという目標のもとに、毎回数名のアナウンサーが、ロケの企画、取材、報告や、クロストークを通じて、ことのはの世界を深く掘り下げていた。放送上は、アナウンサー室を、ことのは図鑑の編集部、所属する、アナウンサー全員を、ことのは図鑑の編集者に設定。 二から三名のアナウンサーによるロケパートとロケパートの内容に沿った若干なのアナウンサーによるトークパートで構成していた。トークパートの収録には基本としてアナウンサー室のオフィスの一角を使用。収録中にはことのは図鑑編集部という看板を掲げている。ただし取材先や公開収録イベントのステージなどアナウンサー室以外の場所で トークパートを収録することもあった。パイロット版、アドリブランドの終了からおよそ20年後の2018年5月12日の0時20分1時20分の深夜24時20分25時20分に放送。ことのはにちなんだ3本の取材企画を中心に構成した事前収録番組で毎日放送が制作する単独の番組としては 当番組の終了以来20年ぶりに現役アナウンサーの大半が出演した。放送時点の現役アナウンサーで車歴が最も浅かった森本直人氏、玉巻、藤林が全体の進行、福島徹る系、松川博子、川田、向川智美、千葉岳氏、千田和吉、玉巻が取材を一本ずつ担当。その結果、 2018年7月13日の未明から毎週金曜日の未明に30分番組として放送することが決まった。若手アナウンサー時代にアドリブランドへ出演した後にパイロット版の収録へ参加した上泉雄一によればパイロット版の企画段階からレギュラー化を視野に入れていたという。レギュラー版毎回一つの分野のことの葉をテーマに 2から3名のアナウンサーが1組単位でロケ取材を担当。ロケパートにもトークパートにも出演しないアナウンサーから1名が持ち回り、方式でナレーターを務めた。ことのは図鑑の編集者たちが学ぶ姿をことの葉に関する視聴者の発見につなげるという趣旨で構成されているため、テーマに関連することのはの専門家がロケに登場することや、 トークパートのみの参加者に、ロケ担当者が、取材内容に関するクイズや、お題を出すことが多かった。その一方で、あるジャンルから派生した意外な日常表現を、取材担当のアナウンサーが、ミニドラマ仕立てで紹介することもあった。取材する企画については、ディレクターが担当アナウンサーを指名した上で、アナウンサー室へ随時提案したほか、アナウンサー室内でも、 現職のアナウンサーから企画書を46時中募集。企画会議には、上泉や川田など、アナウンサー室の管理職も同席していたという。2019年には、藤林が、ランウェイで笑っての、声優オーディションに合格したことを受けて、声優のことの派という調査取材を企画。声優デビューまでの舞台裏に、先輩アナウンサーの亀井が密着した、取材映像を、 同企画の一環として12月15日に放送した。開始当初は、レギュラー版のオリジナル企画として、アナウンサーがあなたのことの葉お手伝いしますという視聴者参加企画を実施。ことの葉に関して、毎日放送アナウンサーの手を借りたいことを視聴者から募った上で、番組スタッフによる選考を経て、依頼に見合ったアナウンサーを派遣した模様を随時、収録。 放送していた。以降は、上記の調査取材企画に加えて、アナウンサー2名の対決方式による、プレゼンバトルを放送することがあった。2019年には、地方のことの葉を2回放送。毎日放送と同じ JNN、JRN 加盟局の現役アナウンサーから、当該地方の出身者が、ロケに同行していた。2019年4月7日からは、 放送枠を毎週日曜日の早朝へ移動。2020年3月16日以降は本放送から1週間以上経過した放送回のアーカイブ動画をアナウンサー室の YouTube 公式チャンネルから随時配信している。単独番組としては2020年3月29日でレギュラー放送を終了。ただし、当番組の趣旨を反映した兵のことの歯を 翌30日から、チチンプイプイの、レギュラーコーナーとして新設することを伴っているため、テレビ番組表では、最終回として扱われていなかった。最終回では、過去1年9ヶ月の調査、放送内容の総集編を兼ねて、MBS アナウンサーが、役に立ったことの歯を放送。チチンプイプイで MC を分担する山中と川田が、 平のことの葉の告知を兼ねて進行したほか、2019年入社の野島咲子が最初で最後のナレーションを任されていた。ちなみに、2020年1月19日放送分のマイオシプレゼンバトル2020では、亀井と近藤を通るがビブリオバトルを展開した。亀井と近藤はこの内容が高く評価された末に、2019年度のアノンシストショーで、 テレビフリートーク部門の最優秀賞を受賞。さらに、2016年度以降該当者がいなかった、グランダプレミオに選ばれた。毎日放送のアナウンサーによる、グランダプレミオの受賞は、上泉が2007年度に、個人で表彰されて、以来12年ぶりで、MBS アナウンサー室の企画番組からは、アドリブランドに続いての快挙にもなった。派生番組、コーナー、 チチンプイプイが宮崎放送での同時ネット終了に伴って同月30日から関西ローカル番組へ戻ることを機に30日放送分から毎週月水曜日の15時台に兵のことの葉というスピンオフコーナーを編成した兵のことの葉ではことの葉図鑑に続いて毎日放送の現役アナウンサーが2名一組で調査取材を担当 担当しないアナウンサーから1名を調査ロケ VTR のナレーターに起用している。調査担当者は日替わりで1回の調査内容を2週にわたって同じ曜日に放送することが多いため、チチンプイプイ内の報告パートでは担当者から1名が調査の成果をスタジオで交互に報告している。毎日放送アナウンサー室の YouTube 公式チャンネルでは 放送済みの映像から抽出した調査ロケの動画を放送の当日から順次配信している。もっとも2020年の4月第3週に俳句のことの葉前編とマンション名のことの葉前編まで放送したところで企画の中断を余儀なくされた。前述した新型コロナウイルス感染拡大の影響で毎日放送が4月7日から報道系以外の テレビ番組、コーナーの収録を暫定的に休止していたことや、4月20日から5月29日まで、おうちにいようよチチンプイプやミント、を急遽編成していたことなどによる、明日のためにマイナスの放送期間終了を機に、2020年6月1日から、チチンプイプい内での放送を再開。再開後は、上気調査の後編の放送を経て、ことのはずかんで、 放送済みの調査ロケ映像を改めて紹介することで暫定的に対応していた。7月20日に放送された商品名のことの葉から新型コロナウイルスへの感染防止策を施した上で調査ロケを再開。10月第4週からは月曜分を SDGs の進めへ変更したことに伴って週1回の放送へ移行していた。 チチンプイプイが2021年3月12日で終了することに伴って、イのことのハも3日、放送分で終了。最終回では、関西以外の地方の若者にも流行りそうな関西弁をテーマに、上泉と野島が調査ロケ、野島がスタジオ報告を担当した。なお、チチンプイプイの終了後も、アナウンサー室の YouTube 公式チャンネルにおける、イのことのハ、 SDGs のすすめのアーカイブ動画配信は継続。チチンプイプイ、ミント。の、後継番組として、同年3月29日から放送を開始した、4ンチャン t v では、みんなでやろう。SDGs を流している。2020年2月10日には、ヘルプユー、命を救う。 外国語、防災のことの葉の企画、毎日放送アナウンサー室の制作による、事前収録の防災特別番組を、MBS ラジオの、MBS マンデースペシャル枠で放送。千葉がプロデューサーとディレクターを務めたほか、当番組にも出演する現役のアナウンサーを代表して、関岡と福島が、英語、中国語、韓国語のネイティブスピーカーから、 外国語による防災のことの葉を学んだ。ことのはずかんでも、2019年3月8日、放送分で、防災のことの葉というテーマを設定。クルス・正幸川本厚生による、名古屋大学原災館での調査や、現役のアナウンサーから最低1名が参加する、災害報道訓練の模様を放送している。関連イベント、ことのはず看板番外。 ライブ2019年9月から2020年の初頭までは当番組にも登場するアナウンサーから若干長が出演する予約定員制のトークイベントことのはず看板内ライブを月に1回のペースで開催していた出演者毎日放送アナウンサー室に所属するアナウンサーから週替わりで4から6名がトークパートに出演年齢キャリア 担当番組などが異なる2から3名のアナウンサーがロケ取材を担当するとともにトークパートにも参加した。ただし出演者の組み合わせやナレーションの担当者は毎回異なっていた。放送会によっては福島の声によるコトジーがナレーターとして VTR に登場することもあった。レギュラー版を30分番組として編成することや 日常業務の合間を縫う格好で収録することから、現役アナウンサー全員が放送上一同に会することはなかった。ただし、アナウンサー室全体で取り組むことの派関連の挑戦企画やアンケートには、全員が参加。総集編を放送する場合には、過去の放送で取り上げたことの派を対象に、あらかじめ期末テストを実施した上で、 正解率に応じて易度ランキングを算出していた。その関係で、レギュラー版のタイトル映像には、放送時点で、アナウンサー室に在籍するアナウンサー全員の、顔写真と氏名を挿入。エンドロールにも、出演の有無を問わず、アナウンサー全員の氏名を表示していた。チチンプイプイ内で放送する、後継企画、兵のことの派でも、開始当初に、 上記のタイトル映像をほぼ継承。放送時間スタッフ連動番組、ことのは毎日放送の現職アナウンサーが週替わりで出演するレギュラー番組として、MBS ラジオで2021年10月4日から毎週月曜日の21時45分22時に放送中。同月1日まで放送されていた。 アドリブラジオアナウンサー担当会での朗読企画や、ことの葉図鑑の企画の一部を引き継ぐ一方で、現職のアナウンサーから一部が出演する、ラジオドラマを制作、放送するほか、2022年以降に開催する、ことの葉物語の世界との連動企画などを予定している。また、公式サイトでは、アナウンサーに対する朗読や、企画のリクエストを受け付けている。 その他2013年からは毎日放送 M ビジョン推進局が制作する MBS アナウンサーカレンダーを本社内のグッズショップ毎日放送が運営するショッピングサイト関西地方の主要書店などで販売他の民放局のカレンダーが概ね女性の正局員アナウンサーの写真だけで構成されているのに対して撮影時点での正局員アナウンサーを全員 登場させているほか、テーマや思考を毎年変えている。発売年によっては、一部の書店でカレンダー購入者向けの発売記念イベントを開催するとともに、一部のアナウンサーがイベントへ参加。ことのは図鑑の放送開始後初めて発売されたカレンダーには、同番組と連動させたテーマで、十六名のアナウンサーが挙げた大事なことの葉を紹介している。 ことのは図鑑に関するカテゴリー、ありがとうございます。